ということで、ブセナテラスに到着しました。アメリカンビレッジからはだいたい車で45分くらいで到着しました。すごい海が目の前で、今チェックインをしてるところなんですけど、すごいいい風が入ってきて、とってもチルな感じで居心地がいいです。お部屋もオーシャンフロントっていうお部屋みたいなので、これからお部屋に行くのが楽しみです。では行ってきます開けてみたいと思います。えい、おー、あ、すごい、なんかベンチみたいのがあって、めっちゃ綺麗、もうプールがあって海、あ、すごい景色が抜群ですね。いや、 やっぱりブセナって本当に海にすごい近い位置にあるっていうのを、沖縄県に住んでる方に聞いてたんですけど、本当に海に近いですね。あー、めっちゃ綺麗。はい、お部屋もこんな感じで、インテリアが本当に白ベージュな世界観が私はすごく好きなので好みです。で、お風呂もすごい、めちゃめちゃ広いですね。おー、で、多分こっちがシャワーかな。で、シャワーを塗ってこんな感じで入ると、はい、で、こっちがお部屋ですね。広い。ここは玄関なんですけど、ティーセットとかがある感じですね。で、これ、あ、お水とかもあるし、紅茶類とかもあります。で、多分冷蔵庫。こんな感じ。ミニバーもあります。
外に出てきてみました。よいしょ。プールのエリアはクローズドですね。すごい。今日はクローズドですけど、めっちゃ白い外観が可愛いホテル、プールと、めっちゃ可愛い、可愛いです。のビーチのパラソルとかは全部無料で借りれるみたいでしたけど、すごい。なんかモアナサーフライダーみたい、白くて綺麗。海の方にもう行ってみようかなと思います。すごい。スライダー？ウォータースライダーみたいなのがあります。あと橋みたいのもある。ということで、私たちは今、ホテルの外にある、ベランダっていうカフェに来てます。今その奥がプールサイドなんですけど、
で、そこで生演奏を聴きながらハーブティーの、無料のサービスがあるということで、今外に来てるんですけど、すごい雰囲気が良くて、ちょうどサンセットの時間帯にこのサービスをやってるみたいなんですけど、ちょうどね今一番綺麗なサンセットと、あとちょっとイルミネーションというかライティングもされてて、すごいいい雰囲気でこう紅茶を飲んでるっていう感じで、なんかすごいチルな感じです。とてもゆったりね時間が流れてる感じで癒されます。でこの後は、食事で、今日は、イタリアンのビュッフェの、ディナーを予約してるので、そちらに行きたいと思います。ではこれをいただきます。
おはようございます。今日もいい天気です。今日が一番暑いみたいで23度ぐらいあるので、もう半袖で外に歩けます。朝朝食会場、本当オーシャンビューの素敵な会場で、朝ごはん食べて、で海に今お散歩行って、でこれからまたちょっと部屋でゆっくりしようかなと思ってます。いやー本当にね、海が近くて、でお部屋も広くて、もう快適です。ブセのすごいおすすめですね。沖縄来る人はぜひ検討してみてください。今アメリカンビレッジというところに来たんですけど、ステーキハウス883、88って読むのかなっていうところに今来ました。こんな感じでステーキのお店なんですけど、なんかお店の入り口に中日ドラゴンズ の、 選手の方のサインがたくさん飾ってあって、多分ドラゴンズのキャンプ地が近いのかな。なんかたくさん有名な人が来てましたね。で、ステーキと、あと今回なんかブルーシールのアイスクリームのなんか食べ放題がなんか380円ぐらいでつけれるっぽかったので、それをつけて、あとはステーキを頼みました。今回はANA の片道7000円の航空券を売ってたタイミングで沖縄便を予約したので、今回はすごい安く交通費を抑えることができましたし、あとはワクチンパスポートを見せて、4000円分かなのなんか限定クーポンみたいなのをもらえたので、今回のお店はそれが使えるっぽいので、それを使って食事をしようかなと思います。こんな感じでアイスクリームバーがありまして、ストロベリーとかチンスコーとか黒糖シカゴショコラブラウニーとかもあります。後でもらおうかな。鉄板の方大変忘れるので気をつけてください。いただきます。いただきます。